皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。回路図の内直流安定化電源 DIY キットその2解析製作編です。前回の回路図読み取り編は概要欄にリンクを貼ってあります。これが前回読み取った回路図です。基板と同じ配置で回路図を書いていくと、回路図としても自然な配置となりました。全体の大まかな仕組みを見ていきましょう。入力は AC24V。ダイオードブリッジで整流し、無負荷なら DC33V が VCC となります。マイナスの電源電圧を主電源と同じ AC24V から半パバイ電圧整流回路で生成しています。ゼナーダイオードのマイナス 5.1V がそのままマイナス電源となります。出力電圧の基準となる基準電圧生成部。出力電圧と制限電流を設定するボリューム。基準電圧と出力電圧を比較して一定化するオペアンプ。ダーリントン接続のパワートランジスタ。R24 は何と呼ぶのかわかりませんが、出力グランドから本当のグランドに負荷電流を流して電流を検出する抵抗。さっきの抵抗により浮き上がる電位と基準の設定電位を比較する電流制限回路。設定電流を超えた時のアラームの LED と出力電圧を下げるダイオード DQ。スパイスモデルの入手できなかったデバイスは LT スパイス上は代替品を用いています。可変抵抗はスパイスの回路図ではうまく書けないので、抵抗分割で書いておいて、シミュレーション時はパラメータ変数で連動させています。50Hz AC 入力なので、時間はかかりますが、過渡解析で動作を調べていきます。ダイオードブリッジ。AC24V 入力を全波整流して VCC を得ます。この電源キットには電流制限機能があり、図の R24 の電位上昇によって負荷電流を検知します。アウトグランドは本当のグランドに対し 0V から 1.41V まで浮き上がるので、これを検出するオペアンプにはグランドより低い電源電圧が必要です。その電源を仮にマイナスボルテージと名付けます。マイナスボルテージは半パバイ電圧整流回路とゼナーダイオードで生成しています。半パバイ電圧整流回路は真空管時代にトランスなしで AC100V から DC200V を生成するのによく使われました。コッククロフトボルトン回路を一段だけにしたものとも言えます。バイ電圧整流回路を用いているのは、一つの AC 入力から負電圧を作るためです。一つの AC 入力に通常の整流回路を二組も受けて、一方を負電源にしようとしてもできません。そこで、バイ電圧整流回路でプラス VCC マイナス 2BOCC イコールマイナス VCC としてマイナス電圧を得ています。無負荷ならマイナス 33V になりますが、抵抗と小さめの容量で弱められ、図の VW はマイナス 10V 程度になっています。
次に、基準電圧生成回路を見てみます。電圧の基準は、グランドではなく出力端子のグランドであるアウトグランドです。基準電圧は、常にツェナーダイオードの電圧の2倍に保たれます。基準電圧は、ボリュームで分圧されて出力電圧コントロールのオペアンプ U2 に与えられます。出力のアウトとアウトグランド間の電圧は一定に保たれます。0.47 オームに流れ込む負荷電流に応じて、アウトグランドは電位が上昇します。その電位と、基準電圧をボリュームで分圧した電位を比較して、電流制限をかけます。オペアンプ U1 はコンパレーター的な使われ方で、出力は電源電圧いっぱいまで上下し、電源制限時は負電源いっぱいまで下がります。電流制限がかかると、LED が点灯し、ダイオード DQ により、出力電圧が引き下げられます。制作に入りますが、個人的な都合で少しカスタマイズしました。丸印が変更箇所です。AC 入力だとトランスを調達しなければならず、AC100V を扱うのでしっかりしたケースも必要です。なので、手持ちの 16V 2.5A の AC アダプタを使うことにしました。我が家には、本体は廃却したのに AC アダプタだけ取ってあるのがゴロゴロあります。DC 入力にしたので、負電源は別途必要になりました。それで DC-DC コンバータ基板を調達しました。きっと本体より高いですが、3000円はする 24V トランスよりは安いです。DC-DC コンバータはプラス 5V 出力もあるので、それでヒートシンク付きの 5V ファンを回します。PC の CPU 用で数百円で入手可能です。出力電流を三線式電圧計で表示することにしました。電流値がそのまま表示されるよう、R24 を1オームに変更しました。1オームに変えた結果、アウトグランドの浮き上がりが変わることと、16V 2.5A の AC アダプタにしたことにより、ボリューム周りの抵抗を調整しました。マックス 12V 2.5A 出力となります。抵抗値は LT スパイスで求めました。抵抗をチェックします。磁石をアルミホイルでくるみ。マルチテスタにつなぎます。簡単抵抗測定。基板に挿していきます。次にダイオード。セナーとスイッチングダイオードが似ているので注意です。空いているところはカスタマイズで不要になった箇所です。
三端子レグレーターは使わないのでいいのですが、ヒートシンクが付いていませんでした。ボリュームのケーブルは一組しか入っていませんでした。ここには映っていませんが、パワートランジスタにはファン付きのヒートシンクをつけます。ケースに組み込みました。テストします。負荷は 8.47 オームです。左が電流計、右が電圧計です。電流制限です。OK でした。